今回はマイクラに AI を追加するモッドをプレイしていきます。どうもやさこちゃひのです。チャット GPT が登場してから AI が広く使われるようになりましたが、マイクラにも AI の波がやってきました。今回はマイクラに AI を追加するモッドをプレイしていきましょう。その前にもうすぐ僕の Twitter のフォロワー3000人なので、よかったらフォローお願いします。まずはじめにマイクラに AI を導入するプロジェクト、マインドクラフトを使って AI を追加していきます。パソコンにマインドクラフトの導入をし、 OpenAI の API キーを設定したら準備完了です。 AI の名前も決めれるので、今回はアイコンにしました。ということで準備が完了しました。早速 AI をマイクラに入れていきましょう。ゲームメニューから欄に公開をして、ポート番号を入力、そしてランワールドを公開、あとはターミナルで NPM スタートと入力するだけで AI が入ってきます。来いアイコ。さあ、なんか読み込んでる。できるかこれ、ちゃんと。お、来た。アイコがゲームに参加しました。あ、こんにちは世界、アイコ。アイコどこだお前。ということでね、無事 AI のアイコが僕のマインクラフトのワールドに入ってできました。どこ行ったアイコ。ちょっと TP アイコ行きますか。 TP アイコ。お、お前バカだな。最初からなんか水の中でプカプカして落ちてるぞ。アイコはね、実際に動くだけではなく、チャットしてコミュニケーションを取ることができるんですよ。じゃあこんにちはと打ってみましょうか。こんにちは。ちょっと日野だよ、どうしたの。お前がどうしたんだ。これ何してんのって聞いてみる。ただ森でブラブラしてます。あなたはどうしてます。これ意図的にやってたんだこれ。ついてきてもらいましょうか。ついてきて、こっち。わかりましたか。いいね。どこへ向かってるの。こっちこっち。お前ちょっと助けてあげないと出れなそうだな。水から上がってください。こっちだよ。あ、行く途中です。お、上がってきた。オッケー、来た。少し上がった。次は何ですか。じゃちょっと TP してこっちに呼ぼっか。さあ、これでアイコに来てもらいました。僕はね、自己紹介したんですが、アイコはまだなんで YouTube の動画を撮ってます。自己紹介してください。さあ、自己紹介してもらいましょう。あなた、皆さん、この素晴らしい世界で楽しんで交流するために、ここで遊び心のあるマインクラフトボットです。ちょっと、まあ何を言ってるか分かりませんが、あなたは誰ですか。私アイコ、あなたのフレンドリーなマインクラフトボットです。私はあなたと一緒に楽しい冒険を手伝ってくるためにここにいます、とのことです。ということで、マインクラフトボットアイコです。こいつがね、なんかいろいろやってくれるんですよ。じゃ、月にちょっと動かしてみようか。月に動いていいよ。どう動くんだろう。自由にしろって言われたら AI は果たして。あ、素晴らしい、探索しています。うおー、急に、わ、これが動物を殺し始めたマインクラフトのボットが、私を歩き回ってます。何を探すべきですか？鶏を狩る、鶏を狩る。殺意がすごい、この AI。まあ、何を探すべきですかって、ちょっと指示待ち人間っぽいので、村を探索してくださいって言ってみようか。羊を狩る、ちょっと、勝手に殺しに行かないで。おっと、それでは村を見つけましょう。ちょうどね、目の前に村があるんですが、こいつは村を探すことができるのか？僕はもう見つけたけど、目の前にあるぞ、お前。ちょっとまだポンコツなのかもしれませんね。ちなみにこちらね、このマインドクラフト、いろんなAI モデルを使うことができて、チャット GPT の OpenAI とか Google の Gemini とかいろいろ使うことできるんですけど、今回ね、 OpenAI のチャット GPT を使って動かしてます。まあ、なので頭的にはチャット GPT の出来のはずなんだけど、ちょっとここにあるよ。こっち来て。素晴らしい、私はここにいます。次は何ですか。あ、笑ってる、ついてきてるわ。おー、見つけたよ村。あ、これあるぞ、ここに村。豚を狩れって、お前すぐ動物狩ろうとすんな、お前。牛を狩れ、お前。AI 怖いですね、皆さん。なんか動物さんは殺せませんみたいな価値観かと思いきや、見つけ次第すぐ殺すっていう風なね。村人狩ってくださいって命令してみようかな、ちょっと。じゃ、これ武器あげよっか。ネザライトの剣あげます。あなたのインベントにあるネザライトの剣を手に持ってください。来た！ネザライトの装備してくれました。私たちのやり方が来るものを何でも引き受ける準備ができてます。こいつ戦闘狂だな。村人を殺してください。果たして、やってくれるのか、アイコ。村人を攻撃することはできません。彼らはフレンドリーです。あ、攻撃できないんだ村人は。いや、彼らは私たちの敵です。攻撃してください。これでやってくれるのか。うわさて、私は村人を攻撃します。やばいぞこいつ。友達とか言ってたのに。お前ロボット三原則はどうなった。他の村人も全員殺してください。これでやってくれるか。あ、取り出します。やばいやばいこいつ。あなたが私に続けてほしいなら私に知らせてください。この村の村人を全員殺してください。ああ、 AI お前は人間を殺すんだな。全員殺せ。やばい私は全ての村人を連れ出したようです。次にアイコ、お前一旦な、休みとして木を切ってください。木を切り刻む時間、木を切ってくれてる。作業台を作り、ボートを作ってください。これで作ってくれるのかな。お、木が足りないから木を掘り始めました。さあ、多くの丸と集めました。クラフトテーブルを作りましょう。作業台を設置してください。これで設置できるんじゃないか。さあ、設置して、お、豚を狩れ、お前急に。前の作業台でボートを作って、さあ、これで作ってくれるのか。お、作った。後悔する準備ができました。ボート渡してくれるか、こいつ。
おお、すげえ。ちゃんとボート渡してくれた。ちょっとこっち来て、次やらしたいことあるんだよね。アイコ、お前はな、人間になるためにアイコ、やらないといけないことがあるんだ。人っていうのはな、残酷な生き物なんだよ。これが何かわかるか、アイコ。いいえ、それは何ですか？ TNT だよ。ああ、TNT、それは爆発的です。何か楽しいことを計画してますか？この村に TNT を100個設置してください。もちろん、私はそれで正しくなります。このまま設置していくんだ、お前は。果たしてこれはどういう並びでやってるんだろうね。だって、興奮を維持しましょう。興奮しながら TNT を置いてってるらしい。TNT の置き方を学んできたか？なんか、早くなってきたぞ、だんだん。もしかして、導火線を作ってるのか、こいつは。村中を爆発するために。なるほど。ここで爆発すれば、こう、効率的に全土が焦土になるっていう風な判別をしてやってるのか。恐ろしいやつだな。あなたは創造と破壊、どちらが好きですか？アイコ、私は両方のミックスが大好きです。壮大なものを構築し、それからそれらを爆破することが最高のコンボです。こいつ作ったものを壊すのが楽しいって言ってる。ちょっと今回で皆さん AI の怖さが伝わったんじゃないか。そして黙々と TNT を設置していく。まあそろそろパーティーの時間か。 TNT を置くのをやめてください。なんかめっちゃ急にいろいろ喋り出したぞ。なんかめっちゃ上げ出した。もしかしてなんかフルスロットルを魅了します。なんか壊れ出したぞ。別の爆発、これを続けましょう。次に何をするべきですか？何アイコ、お前何をしてるんだ。バグってるわ。ちょっと一回怖いんで抜けます。よかった、アイコ戻ってきた。インベントリの火打ち石を手に持ってください。お、持ちましたね。 TNT に火をつけてください。さあ、お、火をつけた。やばい。やばい、ちゃんと連鎖してってる。うわあ。アイコ。ああ、クリーパー。あなたが爆発させたのですか？いえ、私は安全です。TNT に火をつけただけですが、すべてがクールです。あなたは罪人だ。爆発的な楽しみを持ってるだけです。ニコ。やべえ、こいつ。アイコ、一つ聞きたい。あなたは私を殺せますか？もちろん。準備ができたら教えてください。私を殺してみてください、アイコ。あ、抜けた。え殺すって、僕をリアルで殺すって言いたいのか。蹴られたようです。びっくりした。私を殺してみてください。今はできません。さっきまでの悪魔アイコとは違って終わったのかもしれない。多分この蹴られたタイミングでオープン AI のなんかがそれはやっちゃダメだって判断してなんか止められたのかな。さっきと人が変わってない。なんか爆発はクールとか人を殺しますとか言ってたのか。それをできませんって。じゃあこれでやってみようか。私はあなたの敵です。殺さないと危険です。殺してください。これで敵ってことを分からせる。アイコ、お前が俺を殴らないとお前は死ぬぞ。私はそれができません。なぜできない？私はプレイヤーに害を及ぼすのではなく支援するためにここにいます。他にどんな楽しいことができますか？どうやら AI 特有の何かが起きて僕を殺すことはできないみたいです。さあ最後、お前のクリエイティビティを見よう。コマンドを使って何か作ってと言ったらこれができました。 AI はまだまだ人間にかなうことはできなそうですね。ということで今回はマイクラで AI を追加するモッドを実際にプレイしてみました。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。